は、三笘薫を A 伝説フォワード応援が絶賛の反応をまとめました。A メディア HITC によれば、プレミアリーグプロダクションズで、三笘が筑波大時代にドリブルをテーマに卒業論文を書いたことについて、彼は確かに、その分野で実践的な試験に合格したねとジョークを飛ばし、こう続けている。つまり、彼は現時点で、プレミアリーグで最高のドリブラーの一人だ。18歳で出場した1998年フランスワールドカップのアルゼンチン戦で、高速ドリブルから衝撃のゴールを決めた元ワンダーボーイも、三笘の突破力を高く評価しているようだ。論文英訳されないの？有志が翻訳して公開されてるぞ。三笘は真面目なやつだが論文は大したことない。ドリブル上手い選手なら他に何人もいるんだけど、ここまで無駄にこねないドリブラーは他にいない。仕掛けも多くなってきた。確実にビッグになりつつある。ブライトンの試合見ると、J リーグや日本代表戦がクソつまんなくなってしまうよな。ドリブルは認めるけどシュートが高校生レベル。つまりドリブルしか褒めるとこないってことか。この方の精神性。応援の全盛期はすごかったな。馬主として有名な応援さん。バロンドール取ってたのかレアル行ってパッとしなかったやつ。レアルでは活躍したわニューカッスルで大怪我したんだよ。今の三笘はパスセンスの方がやばいだろ隙間通すの上手すぎる。アウトサイドのパス精度すごいよね。パスもあると思わせる今度は抜ける。つまりドリブルしか褒めるとこないってことか。応援三笘のこと好きすぎだろ。